本節3度目の登場、望み通りに優勝へ一直線、水野望み選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。しかしちょっとやばかったな、はい、すいません、もう こういうところで弱さが出ました自分の。でもバック最後方 で、よく2マークで、あんまり内から回るレースとかしたくないんですけど、うん、そういう問題じゃなくて優勝戦に乗らなきゃ意味がないと思って今節は来てたんで、うん、強気で行ってみましたいやいや見事なターンやったよね。ほんでエンジンが勝手に返ってきましたね、はい、もうでもちょっとバックは辛かった。やっぱりこれ最後尾走ってるじゃないかと思って、うん、すごいテンパってました強気強気と思って、うん、はい、ちょっと落ち着いて2マーク余りに来ました。まあまあ、2着という結果やから、はい、明日はまあどうしてもアウトダッシュ戦になると思いますけど、 はいはい、そっちの方がでも縁違うの。はい、どう、よく言えば、うん、1号艇とかの方が3マークに近いんでいいですけど、うん、でもやっぱ昨日も思ったんですけど、2号艇に順位をなってしまったのも意味があると思うし、そのおかげでやっぱり今日も1号艇だったら多分乗れてない展開だったと思うから、うん、優勝戦乗れたし、明日何号艇になるかわかんないですけど、まあ、優勝するための道だと思ってます。あのちょっと聞きたいんだけど、はい、5艇になると乗りにくいもんだ。いや、乗りやすいと思います、はい、手がやっぱり少ない方が乗りやすいことは乗りやすい。そうですね、幅が広く取れるので乗りやすいと思うし、まあ、6コースの人はもう一応乗りやすいですね、はい、あ、なるほどね、はい、まあ、地元での優勝というのを目標にしてきて、まずはそこに行きましたけれども、はい、お母さんとかね、はい、もうこういう映像も見てくれるいう話をしてたから、普通だったらファンの皆さんにっていうところやねんけどもも、うせっかくやから ご両親、ご家族にちょっと最後、優勝するために今節は正月いいものを食べさせてもらってしっかり送り出してもらったんで、うん、まあ、娘のかっこいい姿を見て、なんだろう、幸せになってもらえるようにとりあえず優勝するんでしっかり応援しててください。安心して応援しててください。ご両親安心して応援してください僕も応援してます、頑張って、はい、水野選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。